やくここまでたどり着いたか。団長。あのでかい戦艦を乗り越えた上にゼノとレオまで倒してくるとはな。立派になったじゃねえか、フィー。シュバルサーニ、ジーク氏もスカウトし損ねたカーバイドもすっかり腹をくくった面になりやがって昔やがれって。いい加減その名はやめてくれ。地味に黒歴史になりつつあるんでな。なすまんな、アームブラスト。ここまで厳しい戦いでしたが、全員の力でなんとかたどり着けました。ゼノとレオも立ちはだかったけど、最後には送り出してくれた。そして二人に団長のことを頼まれた。その依頼は必ず果たすよ、遊撃士として。そうか、つくづく思うぜ。お前をサラ嬢ちゃんに預けてよかったってな。フィー自身が掴んだものでしょう。改めて聞かせてください、あなたがここに来た意味を。総国の果てに何があるのか、あなたも分かっているはずだ。苦労はひとまず免れたが、敗れた不死者がどうなるのかも。なのに攻防の言いなりになって世界を終わらす手伝いをしてやがるとはな。王を名乗ってるくせにまるで都合のいいパシリじゃねえか。痛いところをつくね。まあ流儀じゃねえのは確かだ。別に宰相やアルベリヒって野郎に賛同してついていってるわけでもねえ。世界なんか終わらせちまったら戦争してなんぼの俺たちが食いぶちに困るだけだしな。だったらどうして。両兵だからかな。その通りだ、フィー。雇い主の主義や思想は俺たちには関係ねえ。いい意味でも悪い意味でもな。たかが一山いくらのはした金に命を懸けて代理戦争すら引き受けられちまう。そうして血湧き肉躍る戦場を求め続けて生と死を味わい尽くして渡り歩く。そういう生き方しかできねえんだよ、俺たち両兵って生き物はな。真の両兵とはそこまでなのか。全言撤回するぜ。あんたは確かに両兵を、いや両兵そのものみてえだな。やっぱり戦うしかないんだね。大方アームブラストと同じ落としどころに持っていこうって腹なんだろうが。だが総国が真に闘争の果てに起こる儀式だとしたら、それ自体は避けられねえ。だったら迷うことはねえだろう、フィー。シュバルサーたちも報酬はいつだっててめえの手で掴み取るものだからな。そうだね、団長。分かってる。だったら私も全力で行くだけ。両兵として遊撃士として団長からもらったフィー・クラウゼルの名にかけて。それでいい。それじゃあ早速始めるか。
の凄まじい気当たりは両兵王の暴くらい上等だぜ。俺たちもサポートする。七組の家族として、王たる者の誇りと力、乗り越えさせてもらおう。同じ運命にある者同士、踊るとしようぜ両兵王。さあ来な、全て受け止めてやるよ。はっ、私の番だな。こう、あ、私の番ね。行くわよ。よっ、私の番だな。俺の番だな。耐えろ剣老人玄武。俺の番だな。はあ、いや、さてと、いっそやるか。そらそら、かこいつで決めるぜ。イルガメスブレイカー。私の番ね。行くわよ。よっ、ありがとう。ありがとう。私の番だね。ミッションスタート。行くよ。俺の番だな。任せるがよい。砕け散れ。任せなさい。燃えろ猛攻陣グレ。私の番ね。あ、うん、任せて。せい、崩れた。もらったわ。マイル、せい、今だ。はい、私の番だな。と行こっか。チャンス、行くよ。さら任せて。私の番ね。今よ。いただき。よっこいしょっと。聞き取りな。生きた。チャンス。いただき。行こっか。我らに光を。ノブレスアーク。行こっか。はっ。行くぞ。総列弾後期。やれ、任せなさい。ああ、させない。行くぜ。とどめだ、トールハンマー。見切った。行くぞ。奮い立て、アバランハーツ。マイル、アークス駆動。やあ、行こっか。せーの、やあ、はあ、とどめ。行くぞ。はあ、私の番ね。これはおまけよ。やあ、くらいやがれ。見切った。後期。やり、俺の番だな。俺の番だな。うなれ、ラセンゲン。私の番だな。こう、行こっか。ミッションスタート。行くよ。え、だ。
こいショット吹き飛びな。見切った。崩したぞ。私の番だな。我らに光を。ノブラスアーク任せるがよい。砕け散れ。おっと行こっか。さてと始めようか。お前ら参る。うなれ。うおー、螺旋劇今だ。はい任せなさい。はっ今よ。いただきます。アルゼイドの神髄その身に刻むがよい。参る。うおそら行くぞ。
奮い立て、アバロンハーツ、私の番だな。砕け散れ、任せて排除する。崩れた、もらったわ。ええ、はっ、私の本気見せてあげる。ガーはっ、せい、ローザンライトニング、しびれたかしら。さてと始めようか。それ、キャッチ、やー、パシッとダメ押し、リーサルクルセイド、やるもんだ。クリア、まだ気は抜けないね。よし、掴んだ。やったね。やったわね。精進あるのみだ。悪くねえな。ま、こんなもんだろ。まだまだこれからだ。当然だな。やるじゃねえか、フィー。シュバルサー、アームブラスト、カーバイドに守護騎士も。こんなに上がれる戦場はバルデル以来かもしれねえな。楽しいのはこっちも同じ。昔、ダンのみんなとバトルロイヤルで遊んでもらった時を思い出すかな。で、どんな危ねえ遊びだ。だが、ここまで戦えば。総国の場が整ったか。ふふ、なるほど、ようやく始められるわけだ。七の鬼神同士の奪い合い、その第二総国ってやつを。行くぞ、ゼクトール。よかろう、両兵法。こっちもだ、シュバルサー。行って、リン。私の出番はここまで。あとはリンとクローに任せた。どうなっても後悔しない。団長をお願い。フィー、分かった。来い、バリバール。来な、オルディーヌ。最後の大勝負か。お前らが相手なら文句はねえ。一花咲かせてもらうぜ。受けて立つぜ、両兵を。ああ、フィーの分まで。いざ参る。さて、そろそろ幕引きと行こうか。俺の番だな。
俺の番だな。 行くぜ。
任せなさい。チャージするわ。およ、闇を切り裂け。崩れたな。ジン、決めるわかった。シュバルサ、アームブラスト、ゼクトールもよくやってくれたな。ああ、我も悔いはない。団長、やはり不死者はリン、やれそうか。ああ、クローの時みたいに、なんとか力を押しとどめれば。な、おい、何のつもりだ。ふざけてる場合じゃ。いいんだよ、これで。最初からそのつもりだったしな。もともととっくに死んでる身、女神も待ちくたびれてるだろう。くっ、つってもすぐに煉獄に蹴り落とされそうだが、引き時くらいわきまえねえと年長者として格好がつかねえだろう。そんな泣くな、フィー。せっかくなら笑って送ってくれや。これでも満足してるんだぜ。若い頃から各地の団子を渡り歩いて、気の合う奴らと西風を立ち上げて、バルダルとも決着がつけられた上、娘の成長した姿まで見られたんだ。は
その点だけはアルベリヒに感謝する必要があるかもしれねえな。あの痩せっぽちでぼーっとしたちびすけがここまで育つとは。お前が俺を人の親に、いや人間にしてくれた。ただ血と硝煙にまみれるだけだった外道の人生を一瞬で変えちまったんだ。ありがとな、フィー。団長。お礼を言いたいのはこっちの方。団長が拾って育ててくれたから、あの頃があったから今の私がいる。だからありがとう、お父さん。こいつはいいメイドの土産ができたもんだ。ゼノ、レオも世話になったな。お前らが吹かせる次の西風、煉獄で楽しみにさせてもらうぜ。団長。ああ、見ていてくれ。じゃあな、フィー。いつまでも達者でいろよ。シュバルサー、他の連中もおかげで楽しかったぜ。娘のことをよろしくな。バリマールが新たな形状に。そうか、これが総国の。ああ、フィー、さよならお父さん。本当によく頑張ったじゃないか。団長の紫の力を灰がついた以上、俺らも手伝うんが筋ってもんやろ。最後の戦いは近そうや。それまでに体勢を立て直しとくで。また会おう、フィー。シュバルツァーに他の者たちも、それまで必ず生き抜くがいい。
お疲れ様。両兵王の話は聞いた。お疲れだったな。ああ、あちらで気になる動きがあったみたいでな。湿地帯方面に青色に輝く光の柱が現れたんち。